ラコンティーズ。こんにちは、ラコンティーズの秀樹です。今回も私の好きな漫画の紹介と感想をしていきたいと思います。骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中です。この物語は小説家になろうで連載され、コミックガルドで現在漫画として連載されています。あらすじです。今回も目が覚めたら寝落ちするまで行っていたオンラインゲームのキャラクターになっていたという設定で始まります。また今回の主人公は様々なスキルを持っており、一見何の不自由もないように見えたのですが、落とし穴があり、作品のタイトルでもわかるように全身骸骨のアバターに設定したことに気づきます。人前にこの姿を見られたらモンスターとして討伐されてしまうと考え、できるだけ目立たずに過ごすことを決めます。しかし弱肉強食の世界なので、弱き者が虐待されているのを見て、そして助けてしまって様々な事件に巻き込まれてしまいます。結果異世界を巻き込んだ大事件に巻き込まれていきます。現在8巻まで単行本が出ており、話が盛り上がっています。アニメはどこまでの内容で放映されるのでしょうか。また漫画ではエルフの戦士のアイリンや肝耳の千嫁などが重要人物として出てきますが、アニメでも出てきてほしいものです。ぜひ皆さんも漫画などを見てください。面白いですよ。今後も私が面白いと思ったアニメや漫画を紹介していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。